どうも、快速です。さあ、今日なんですけども、ちょっとこれ小部屋なんですけども、はい、あ、よろしくお願いいたします。はい、まあ、もうメイン見ていただいた方は知ってると思うんですけども、はい、まあ、やったじゃないですか。やりました。妻が笑ったら即終了、はい、本気芝居。はい、まあ、どえらい回になっちゃいまして、えらいことよ。俺、常、トンボが全く芝居できずで終わってしまった。もう。で、まあ、トンボが提案してくれたけど、ちょっと小部屋でもう一回リベンジやりたいなと思って。やりたい。うん、で、もう笑いそうなってますよ、ね、ゼロちゃん。ただね、リオちゃん、ヨメサック、ツネヨメ、ちょっとやっぱり一人だけでも笑ったらアウトっていうのはきつそうなんで、きつすぎたか、この小部屋は全員にしよう、うん、そうしよう、はい、全員笑ったら終了、終了、一人、二人笑っても続けます、うん、で、野菜層見てて、はい、わかりました、お願いします、お願いします、はい、大丈夫ですか、今回どうですか、自信ないですあれメインと言ってること真逆じゃないか、打って変わってる、自信がないです。でもさ、落ち着いていかないでよ、ヨメサック、あの時ってメインの時ってやっぱりプロの役者さんの芝居見た振りがすごすぎたやんか、うん、今もうだいぶ時間経ってるから、確かにもう見慣れてるでしょ、あ、うん、で先言っとく、こいつ出てきますそれ分かってて笑っちゃったから、分かってて、いや、もっと分かってる大丈夫かな、リオちゃん大丈夫ですか頑張る、もうあの出てきた様が忘れられなくなるねえ、絶対犯人じゃんと思って本当に犯人じゃんじゃあでももう分かってるから、そう、もう見たから、うん、でも常とトンボに関しては見てもないから、うん、そうなんだよ、どうなるかやけど、はい、常も頼ますね、一生懸命練習したから、そうよ、行きましょうか、じゃあ、はい、まず僕からでいい、はい、頑張って頑張ります、めちゃめちゃ怒ってます、なんでなんでなんで怒ってんすかトンボがめっちゃ笑ってます、俺ちょっと一個理由言っていいっすか、ちょっとふざけんな、じゃあ一個理由言っていいっすか、何や、ね、僕がちょっと思わず笑っちゃったの、何、ヨメサックが、うん、もうカジサックを見てなかったんですよ、見たら笑っちゃう、もうそれは赤いちょっと慣れてからここにいる赤に慣れてから見ようと思ってじゃあそんなあかんよ、もうそれが面白くてちゃんと見てないもん、うん、でトンボがもうずっとブーンってなってヨメサックの視線がもうヨウコちゃんから動かなかったから、もうヨウコちゃんを見てここにやめて、ちゃんと見て、赤になれないと笑っちゃうと思って、うん、でもあなたが芝居を見に行った、そんな見方する、主演を、赤は出てこないじゃん赤が出る主演だったらよ、うん、見てで、誰か笑ってたリオちゃんとツネヨメは秒殺でした、ね、もう本当に長く続けないとい、いもうガチで笑っちゃったらしゃあないから見て、分かった、ちょっとごめん、もう一回やらしてこれは確かにね、これは本当やめろ、わかりました、これは僕も悪かった、もう俺耐えれなかったもん頼むわ、わかりました、すいません、じゃあもう一回ラストいきます、ラスト、何があったか説明できる？帰ってきたら
人がいて、私怖くてとっさに包丁を持ったの。そしたら突然襲いかかってきて、気づいたらこんなことに。どうして、どうして私ばっかりこんな目に遭うの。幼い頃に両親を亡くして、唯一の家族だったお兄ちゃんとは別々の施設に入って、それっきり。来月に結婚が決まって、やっと本当の家族ができるって思ってたのに。ヨコちゃん、大丈夫？顔上げて。大丈夫。ヨコちゃんは、ヨコちゃんは何もやってない。君が帰った時からこうなっていた。どういうこと？これは僕がやりました。そんなことお隣さんにさせられないよ。いや、大丈夫。全部僕に任せて。大丈夫。なんでそこまで。それはね、誰かいますか？すごい音がしたと通報が入ってます。誰かいませんか？何か入りますよ。すいません、ケイさん。僕がやりました。そうですか。詳しいことは署で話を聞きますが、その前に少し調べさせてもらいます。調べなくて大丈夫です。僕がやったんで大丈夫です。この部屋は女性のものと見受けられますが、ここはあなたの家ですか？もういいでしょう。連れてってください。いや、おかしいんですよね。何ですか？あなた、左腕に時計をしているということは右利きですよね。それが何か？被害者の男性を見たところ、死因はおそらく正面から右脇腹を刺されたことによる失血死。ただ右利きのあなたが正面から刺した場合、左脇腹もしくは正面にしか包丁は刺さらないはずなんです。いい加減にしてください。となると犯人は左利き。僕がやったんです。そしてこの部屋を見たところ、左利き用の製品が多く見られる。俺がやったんだよ。つまり犯人はこの部屋の住民である。俺がやったっつってんだろ。もうやめて。どうして？刑事さん、私がやりました。お前何言ってんの。俺やりました。もういいの。なんで？もういいの。隣さん、いや、お兄ちゃん。終了。嘘やろ。嘘マジ。おい、ちょっと待って、これ。すいません、ちょっと待って。おい、なんでや。終わった。なんでや。残念。いやー、山下君頑張ったんですけどね。どういう状況？やっぱり、お兄ちゃんじゃなかった。いや、あそこまで行ってダメなことあんの？絶対いけると思って、うん、俺も絶対いけると思った。私いける、これいけると思って、うん、行ったんだけど、お兄ちゃんじゃなかった。じゃあ、それで言うともう絶対全員無理や。まあ、ちなみに僕ずっと見てたんですけど、もうリオちゃんもずっと笑ってました。コメディを見る感じで笑ってましたし、で、あの一番迫真の演技あったじゃないですか、うん、あの怒鳴るところ、うん、あそこで常嫁が爆笑してました。もうあかんやん。これでもちょっとトンボと常、はい、これ言っといてあげる、はい、俺正直危なかったんが、はい、絶
ちゃりこっち見たんだ。なるほど。俺ちなみに常嫁が笑ってんの見切れててん。めっちゃ危なかったよ。持ってかれますね。持ってかれるからもう絶対見ない方がいい。わかりました。悔しい。うん、いやでも惜しかった、惜しかった。結構終盤まで行きました、うん、余ったな、うん、最後もうあとちょっとだったんだけどな、うん、ちょっともうお兄ちゃんじゃないやめてもらっていやもうお兄ちゃんじゃないからあなたが思う。じゃあ常行くか。行きましょう。行こう。頑張るぜ。頑張ります。まで行ったから、うん、そこぐらいまではもうちょっと慣れてるかと思ったから、確かにいけるかな、めちゃくちゃ気持ち入れてたんですよ、うん、多分逆にそれが裏目に出たんですよねきっと。確かに、はい、それごめんやけど終わりやわ。いや、そうやし見せたかったな。じゃあラスト、はい、トンボですね。はい、ですね。頑張ってね。もう皆さんの思いを胸に、うん、絶対に完走します。よろしくお願いします。はい、大丈夫？すごい大きな音がしたけど。ひなりさん、どうしよう。ヨコちゃん、ヨコちゃん、大丈夫？開けるよ。ちぇーりゃさあ、俺以外メインと一緒なんや。え、ダメ、無理？無理？もうリオちゃんは呼んでる時点でアウトです。ああ、出る前？はい。で、常嫁は出た瞬間やられてましたし、嫁サクは出た時に、これ見たら、カメラで見たら分かるんですけど、うん、一瞬見えないようにして、うん、チラッて見た瞬間に。いや、もうダメでした。あの、なんかもう、迷子の子が入ってる。迷子の子や。お兄ちゃんや。なんか迷子の坊主の子が入ってる。ダメか。もうダメだ。リオちゃん無理。無理ですねこれ。くそー。申し訳ないな。役者さんに申し訳ない。確かにそうっすね。いやでも無理だわこれ、もう何回やったって。ほんま？はい。3人でやる？え、どういうことですか？主人公3人で。あー、いや、めっちゃおもろい。三つ子。もう面白いじゃん。もう想像しただけでおもろいわ。3人入ってきて。ヨコちゃん、ヨコちゃん、ヨコちゃん。集団行動。よりおもろくなっとるやん。ちょ、ごめん。でも、やっぱり俺今考えたけど、はい、言うてさ、俺ハプニングでトンボが笑っちゃったから笑った、言うて、うん、2回やったやん。うん、ごめん、やっぱり、常もとももう一回ずつやろ。ありがとうございます。やっぱりそこはフェアに行こう。2回ずつ行こう。うん、嬉しいっす、うん。ありがとうございます。もうだいぶ、妻たちは、あの、メインでやった、本当のプロの役者さんたちがやった芝居、もう忘れかけてる。そろそろこっち慣れてきてるから。はいはいはい、行けるから。行ける。もう一回だけ行こう。ありがとうございます。常から行こう。
て大丈夫？なんかすごい大きな音したけど。隣さん、どうしよう。大丈夫？早くね。死ね。そっからそーっと出てきた。それでねってなんて。いやーお疲れですね。あーくそー。もうこれは何回やってもあれだから、はい、ラストトムマジ決めて。頑張ります。ありがとうございます。ヨコちゃん大丈夫？すごい大きな音がしたけど。隣さんどうしよう。ヨコちゃん、ヨコちゃん大丈夫？開けるよ。死んでる。設定変わったらまたできるかもしれないから、やっぱりフレームインがダメなのかも。あ、そうだ、元からいた方がいい。確かに確かにっていうところも考えながら、はい、そうですね、やっていきましょうよ。いや、ほんまに、いや、これ全滅ですよ。だから大全滅やった、はい、今回クリアならずならずということで、はい、また評判がってやりましょう。やりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。私、ヨコちゃん
大丈夫、落ち着いて。何があったか説明できる？帰ってきたら、この人がいて、私怖くて、とっさに包丁を持ったの。そしたら突然襲いかかってきて、気づいたらこんなことに。どうして私ばっかりこんな目に遭うの。幼い頃に両親を亡くして、唯一の家族だったお兄ちゃんとは別々の施設に入って、それっきり。来月結婚が決まって、やっと本物の家族ができるって思ったのに。陽子ちゃん、もう大丈夫。陽子ちゃん、君は何もやってない。え？君が帰ってきた時にもうこうなっていた。どういうこと？これは僕がやったんだ。お隣さんにそんなことさせられない。大丈夫だから、全部もう僕に任せて。なんでそこまで。それは誰かいますか？すごい音がしたと通報が入ってます。誰かいませんか？中入りますよ。すいません、K さん、僕がやりました。そうですか。詳しいことは署で話を伺いますが、その前に少し調べさせてもらいます。調べなくても大丈夫です、僕がやったんで。この部屋は女性の部屋と見受けられますが、ここはあなたの家ですか？はい。もういいでしょう、あの、僕がやったんで連れてって。いや、おかしいんですよね。何が？あなた、左腕に時計をしているということは右利きですよね。それが何か？被害者の男性を見たところ、死因はおそらく正面から右脇腹を刺されたことによる失血死。ただ右利きのあなたが正面から刺した場合、左脇腹もしくは正面からしか包丁は刺さらないはずなんです。いい加減にしてください。ということは犯人は左利き。僕がやったんです。そしてこの部屋を見たところ、左利き用の製品が多く見られる。つまり犯人はこの部屋の住人である。俺がやったって言ってるだろ！もうやめて。なんで？刑事さん、私がやりました。いや、刑事さん、俺がやったんです。もういいの。どうして？もういいの。お隣さん、いや、お兄ちゃん、どうしてそれを？おかしいなって思ってたんだ。いつも気にかけてくれて。だったらなんで？たった一人のお兄ちゃんにこんなことさせられない。詳しくは署で聞きます。お兄ちゃん。
はい、回っております。5秒前、4、3、2。陽子ちゃん、陽子ちゃん、大丈夫？なんか、すごい大きい音したけど。隣さん、陽子ちゃん、どうしよう。え、大丈夫？あ、開けるよ。死んでる。隣さん、どうしよう私。大丈夫、一回落ち着いて、落ち着いて説明できる。帰ってきたらこの人がいて、私怖くて実際に包丁を持ったの。そしたら突然襲いかかってきて、気づいたらこんなことに。どうして私ばっかりこんな目に遭うの。幼い頃に両親を亡くして、唯一の家族だったお兄ちゃんとは別々の施設に入って、それっきり。来月結婚が決まって、やっと本当の家族ができるって思ったのに。もう大丈夫、君は何もやってない。え、君が帰ってきた時にはもうこうなってた。どういうこと？これは僕がやったんだ。そんな、お隣さんにそんなことさせられないよ。大丈夫、僕に全部任せて。なんでそこまで。いや、ま、それは。誰かいますか？すごい音がしたと通報が入ってます。誰かいませんか？中入りますよ。大丈夫。キーさん、すいません、僕がやりました。そうですか。詳しくは署で話を伺いますが、その前に少し調べさせてもらいます。いや、調べることは何もありません。僕がやりました。この部屋は女性のものと見受けられますが、ここはあなたの家ですか？もういいでしょう、刑事さん、早く連れてってください。いや、おかしいんですよね。え、あなた左腕に時計をしているということは右利きですよね。それが何か関係あるんですか？被害者の男性を見たところ、死因はおそらく正面から右脇腹を刺されたことによる失血死。ただ右利きのあなたが正面から刺した場合、左脇腹もしくは正面からしか包丁は刺さらないはずなんです。いい加減にしてください。となると犯人は左利き。僕がやったんです。そしてこの部屋を見たところ、左利き用の製品が多く見られます。俺がやったんだよ。つまり犯人はこの部屋の住人である。俺がやったって言ってんだろ。もうやめて。どうして？刑事さん、私がやりました。違います、刑事さん、俺がやったんです。もういいの？なんで？もういいの？隣さん、いや、お兄ちゃん。どうしてそれを？
しいと思ってたんだ。いつも気にかけてくれて。じゃあどうして？たった一人のお兄ちゃんにこんなことさせられない。じゃあなんで？たった一人のお兄ちゃんだから。詳しくは書類話を聞きます。横川君、お兄ちゃん待ってるからな。ちょっといいですか？落ち着いて。何があったか説明できる？帰ってきたらこの人がいて、私怖くてとっさに包丁を持ったの。そしたら突然襲いかかってきて、着いたらこんなことに。どうして、どうして私ばっかりこんな目に遭うの。幼い頃に両親を亡くして、唯一の家族だったお兄ちゃんとは別々の施設に入って、それっきり。来月結婚が決まって、やっと本当の家族ができるって思ってたのに。大丈夫、君は何もやってない。え？僕が君が帰ってきた時にはもうこうなってた。どういうこと？僕がやったんだ。そんな、お隣さんにそんなことさせられない。大丈夫、僕に全部任せて。なんで、なんでそこまで。それは。誰かいますか？すごい音がしたと通報が入ってます。誰かいますか？中入りますよ。すいません、刑事さん。僕がやりました。そうですか。はい。詳しくは署で話を伺いますが、その前に少し調べさせてもらいます。あ、調べる必要なんてないですよ。僕がやったんですから。ここは女性の部屋と見受けられますか？ここはあなたの家ですか？はい。もういいでしょう、刑事さん。早く連れてってください。いや、おかしいんですよね。え？あなた、左腕に時計をしているということは右利きですよね。それが何か。被害者の男性を見たところ、死因はおそらく正面から右脇腹を刺されたことによる失血死。ただ右利きのあなたが正面から刺した場合、左脇腹もしくは正面からしか包丁は刺さらないはずなんです。いい加減にしてください。となると犯人は左利き。僕がやったって言ってるでしょ。そしてこの部屋を見たところ、左利き用の製品が多く見られる。俺がやったんだよ。つまり犯人は
この部屋の住人である。俺がやったって言ってんだろ！もうやめて！え？刑事さん、私がやりました。何言ってんだ？刑事さん、やったのは僕です！もういいの。なんで？もういいの。お隣さん。いや、お兄ちゃん。どうしてそれを？おかしいと思ってたんだ。いつも気にかけてくれて。だったらなんで？たった一人のお兄ちゃんにそんなことさせられない。詳しくは署で聞きます。陽子、お兄ちゃん、お兄ちゃんずっと待ってるからな。おいやー、ありがとうございます。いやいや、なんかできたみたいになってるけどめちゃくちゃ後ろで笑ってたからやめてよ、クスクス聞こえるから。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。